まずスタートです県政からスタートは入ったんですけどもこのままね、9番の野田選手がこれから前に取りに伺いに行きますえ、そうなってくると4番の小川祐介選手がラインですのでね、小川選手が上昇していって9番4番が前段ですねそしてその後ろには1番の和田マク留選手がいますのでえ、南関東勢が前から2番目のラインとなります南関東勢は和田マク留選手に小原大輝選手です 神奈川両者ですねそしてその後ろ5番の酒井選手いますのでね、ま平原選手がついて5番3番と関東勢という形になります最後方には6番2番8番ですね町田大賀選手に香川雄介選手橋本剛志選手ですねこのラインが後方で待機ということになります まず前を取った野田選手ですけどもね、ね昨日は期待選手の先行の8番手から、まくり追い込んできて4着まで入っています、非常に鋭いまくり追い込みだったですよね、そしてその後ろにいる4番の小川祐介選手ですね、昨日はは金川選手と中本選手の3番手で、しっかり食い下がって直線伸びてきました、3着でしたね、そしてまず5番、3番ですね、関東勢です。 酒井選手、昨日は前を取って清水選手の先行の2番手を取ったんですけども追いかける形になったんですよねですけども新山選手、脇本選手にその上を行かれてしまいましたので今日は何としてでも頑張りたいところですよね。そののにいる選選手手後ろ平原選手です。 昨日はついていけなかったのか、ついていかなかったのか、その辺んがちょっと気になるところではありますけれども、いずれにしてもマークをしているのであれば、追う姿勢は見せてもらいたかったですよね、その平原選手の調子がどうなのかというところが、気になる一戦ですよね。 後方となりました、町田選手、香川選手、橋本選手のラインなんですけども、打賞から仕掛けにいくと、脱出力のある酒井選手がけ、ね、牽制をするんですよね。そのの間に1番の アマクロ選手も上昇していくんですけども野田選手もうまかったですよね、そこを突っ張って前に踏んでという形ですね、酒井選手が少し遅れてたんですけども、ダッシュ力ありますからね、酒井選手が4番手に入って、少しバックを踏む形になりました、ペースが緩みました、そこですかさず酒井選手が、平原選手が入ったところでスパートされましたので、やはりね、ギアも重いですしね、平原選手の対応力が少し口が開いたような形になったんですけども、その後さすが平原選手。 流れに、ね、すぐ乗せて酒井選手を追う形になりましたね坂井選手のスピードが止まったところで平原選手が強襲していったんですけども前で逃げている町田選手がしっかりと押し切って1着そして平原選手も伸びて2着3着には町田選手の後ろの香川選手が3着という形で6番、3番、2番という形でゴール決着いたしました第9レースでした。